はい、皆さんこんにちは、原口健太です。今日はついにカネキンさんとコラボします。まあコラボって言っても、まあ結構しょっちゅう、まあカネキンさんのチャンネルには僕出てるんで、改まってコラボっていうよりかも、まあ密着みたいな感じですね。カネキンさんと今日撮影があって、そのままトレーニングする感じなんで、まあ、その密着を、まあ、撮っていこうかなと思います。カネキンさんと僕のコラボ、アパレルブランドができるんで、それの撮影ですね。ということで今から行きます。行きましょう。はじめまして、健闘ブログ、カネキンブログへようこそ。いやいやいや、お元気ですか？そうですね、昨日試合行ったんで、生徒が、ああそうだね、今東京にある KSS 県政館という、ジムを、まあ、こんなところに借りてきて、今から、皆様大好きな原口健人選手の、アパレル撮影を今からやっていきます。鼻浮かせる？全然大丈夫です、はい、そんな感じですね。原口さん、とりあえず多分でかいでしょ。画面で見るとお前でかいでしょ。そうなんですよ、俺毎回見てるのに毎回でかいのが驚くんですよ。これからカネキン VS ケントでレスリング立ち技は一瞬発だから。 Some sound, there is no make sure everything is I do a few test shots and the other gym shots. こんな感じで、まあ、これくらいここら辺に動かしていこう。で、ちょっと軽く、もう何でもいいです。何でもいい。何でもいけるから。指はどうしたの？爪剥がる。練習で？そう、苦手で蹴ってた爪剥がる。結構蹴ってる。蹴ってる割にはでもすねの毛がまだ結構あるね。僕すねであんま蹴ってないです。足弱いんで。そうなの。そんな感じで。単発に。します。そう、OK。じゃあパンチ。レッツゴー。それ。長いね、長いよ。ちょっとカメラマンで格闘わかんないんで数えてない。なんかここの照明を全部消したらどういう雰囲気になるか見てみていいですか？はい、まあ、かしいかな。雰囲気はあるけど、なんか you can, like, 最後に、まあ、またパンチとか入れて you can, like, some分開始。なんか健太君に決めてもらえば、それでこう打つからこうかわしてこう打つとか、なんか得意な、ああ、ハイキックとかいいかもしれない。じゃあそう、じゃあの方がワンツーワンツーフックからオッケー、さあですね。オッケー、ゴー。はい、じゃあじゃあじゃあワンツー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 フック、はい、よいしょ、じゃあワンツーツーフック、あ、打つね。おお、なるほど。それで
片手で。そうですね。よし、はい、で後ろ回していきます。はい、ツーから。はい、ワンツー。ワンツー。ワンツー。フック。まあ、後ろ回し。あ、伸びちゃった。おお。よし。フック。後ろ回し。うわー。おお。すごい。ワンツー。フック。後ろ回し。フック。おお、ナイス。すごい。すごいですね。緊張感あるからしんどいですね。見られてるし、カメラで映るもんね。そうですね。じゃあ一個にやって、キュッ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 キュなんか自分が思ってることを言えばいいかなって思い特別な、まあ、一回まあ試しに原口健太によってじゃあ格闘技とは僕にとって格闘技とは生きがいですね。まあいろいろ死んだこともあるんですけど、まあ、やってて一番楽しいですし。 OK、 それじゃあ原口健太の、まあ、こだわりは何でしょうか。はい、そうですね、こだわりはやっぱり何事でも挑戦することです。で、天井先生とはいや、すごい良かった。さっきのすごくいいです。まあ、アパレル撮影が終わったんで今からジムの方でトレーニングをしていきます。はい、初めて行くジムなんで楽しみですね。もちろん、カネケンさんと一緒に僕の YouTube 初カネケンさん出演ですね。すごい YouTube 欲しいね。そうですね。じゃあ、行きます。はい、今からカネケンさんの車でヒーロージムっていうジムに行きます。カネケンさんの車ですよ、乗りたい人みんな。これね、でもマリちゃんの車なんだよね。原口さんの奥さんの車ですね。です。ですよ、もう超大スターの原口健太を乗せてるから、ちょっとめちゃくちゃ安全運転で行こう。健太の人生にめちゃくちゃ高い保険ついてそうですよ。ね、だから。いやいやいや。破産したくないから、安全運転します。ねえ。いやー、ようこそ来てくれました。何トレーニング、今日はトレーニングです。一緒に。そうです。あ、オッケーオッケー、どうぞやってってください。めちゃくちゃでかい。これはね、フィジークとボディビルダーの違いですよね。す、まあ、ヘビ級とライト級の違いみたいなもんですよ。です、はい、ヒーロージムに来ました。ずっと僕もここ映像で見てたんですけど、カネキンさんと一緒に来れる日が来ると思ってなかったんで、めちゃくちゃ緊張してるっすね。もう猛者ばっかりいてるんで、重さに負けないぐらいのトレーニングをしたいと思います。まあ、僕には金金さんがついてるんで、ここで強いです。まあ、トレーニングはお任せしてるんで、またトレーニング模様は YouTube で話しておきます。じゃあ、行きましょう。これは、まあ、背中のダイヤ狙いでいこうかな。ちょっとここと、ここを握って、おー、こういう勢い、すげえ。これ、背中のもうメインに狙える種目。見たことないマシン出てきた。まあ、これでいい。うん、そう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 。うわっ。だから俺はメインセットらしいです。15、10、18で6してドロップして。マジいける。大丈夫大丈夫。さっきより何キロ重いですか。さっきより20キロ重い。きついやばい。タネギンさんのトレーニングするといつも言葉出ないんですよ俺。しんどくて。どうしよう。これは金木さんのメインらしいっすね。これ俺のやつ40キロ重い。どうなってんの、どうなってんのこれ。待ってくよ。1、2、ラストボール。
おい。いいね。結構この角度だと背中全体使えないから、ここに結構集中するから。うん。これがもう人間じゃない、だからしてるか。これめっちゃ目の前に。格闘技より死んだ。まあ見たことないでしょ、格闘家でこんなやってんの。まあすごくフィジークのボディラインを作るにはすごい印象。おすすめ。皆さん、チャントラさんですよ。お元気ですか。いい。重さが多いな。有名人多いし。サプライズ。すごいわ。本来。腹筋キングがサイマンさんと多分チャントラさんの2人。2種目目、ノーイングマシン。前回最初の方結構広がり系、背中の広がり系だったんですけど、2種目目は少し厚みをつけると 3D カンバスと立体カンバスらしいです。らしいです。で、スタンディングライン。ここから結構、まあ、後背筋の、まあ、下部の方結構収縮入るかな。で、片手ずついきます。痛い。やばいでしょ。これはやばいわ。同じセット数同じ15、18、6。ウォームアップの倍なんでこれは。あ、これ重いな。これもやばい。これも、うん、これちょっとやばいかも。重かった。うわっ、よっ、ナイス。やりの方が強いっすわ、僕。うん、やりの方が強いっす。でも収縮の面ではこっちの方が入りやすい。あ、左の方が入りやすいですね。ということは、多分背中を見て、右の方が広がりがあるかもしれない。あー、なるほど。で、左の方が締まりやすいから、逆に右肩の方が少し大きかったり。あー、そうですね。右腕の方がでかかったりとか。そうですね。左腕があるから。死ぬんちゃう。背中の3種目目。これは、まあ、ローイングマシンとか、スタートマシンとか、いろんな名前があるんですけど、基本、マシンでここに手を置いて、まあ、こういう感じですごいマシン。背中の上の方、まあ、後背筋ももちろん僧帽の方の、まあ、チューブ、壁で、収縮も考えながら。まさきを追いかける感じ。そうおい。ナイス。よっしゃ。OK。はあ、そしたらメインだからきつい。気をつけてほしいことはちゃんと追い込むこと。もう僕らの重量を見て重すぎると思ったら下げればいい話。自分で重量を上げて、ほぼ全セットは最初のセットは探りって感じ、限界に近いけど1セット目以外は全部限界までっていう意識、そういう感覚でやれば間違いない。格闘技も一緒や。それも一緒なの。格闘技も一緒。ああ、きつい。おお、重っ。これはきつい。言葉出えへんもん。もう。はい。順番回ってくる、中屋。まあ、この基本的にそうですよ。もう30秒から45秒ですよ。ナイス。OK。ナイス。追い込めてるっすね。最高や。最高。ロップ。これはいいロップ。ちゃんとほら使ってあるロップ。そう。ちょっと最初ウォームアップ1セット、ウォームアップ1セットだけやって、まあ徐々に。20、15、18。緊張する。でかっ。衝撃的なでかさしてる。こんなことある。一応すげーとかじゃない。もうなんかもうってなる。フィジークちゃうから。ジャニーズみたいになっちゃう。ナイス。OK。 ナイスナイス。事故起こしてる。ちゃんと事故起こしてる。今
まあ、両手同時にハンマーカール、まあ、これはでもまあ前腕前腕そのあとまあ二頭にもつながるけど、これは無理よ。まあ合計40キロだからね。あ、無理、もう無理ない。ラスト OK。フォームが安定してるっすね、やっぱりかっこいいわ。すごい体してきた。どこに効いてるかわからん。これ新さんが選んだ、あの、そうです、全部僕が選んで納得いくやつ、いくやつを選んだんで、みんなも満足してもらえると思うんで、ぜひ来てください。1日ビジター券がありますから、2200円。安いですね。安いですよね。いいですね。ね、だからみんな楽しんでもらえたらなと思うんで。よろしくお願いします。それは DJ です。よろしくお願いします。じゃあ、もちろん受け入れてください。ありがとうございます。あれ、3セットやったっけ？やってない。3セット。やばいな。OK。これ。これで最後の仕事いきます。まあ、普通の A3 層のオーバーヘッドプレスっていうのかな。最初、ウォームアップ1セット。痛い。お疲れさん。さすが。やりきった。やりきった。やりきった。まあ以上、背中と腕を少しやりました。これ僕の最近の結構基本なトレーニング。どちらというと今日はまあ、少し2人でやるから調整した部分もあるんですけど。金銀さんとゴートレが終わりました。今日1日金銀さんと結構おったんですけど、やっぱりなんていうんですかね、夢のような時間というか、毎度毎度なんか変な感じするしね、うん、やっぱり基本ね、一人の格闘技って孤独なんで、一人の戦いやし、やっぱこういうなんかご褒美というか、自分へのこういうのがないと頑張っていけないんで、まあいい競技は違いますけど、金銀さんと、まあでもお互いトップでやってるんで、刺激はめちゃめちゃ、まあ多分金銀さんも刺激多分もらってると思うんで、僕から、まあ、お互いこう相乗効果でこれからもやっていけたらなと思います。はい、どうですか、今日トレーニングさせてもらって初出てもらったんですけど、それなんと標準、いや、いいっすね、めちゃめちゃ。でもやっぱり金銀さんがこう来てくれたからよかったんですけど、これ一人でビジターに行ったからめちゃめちゃ怖いっすね。でもね、そんなことないと思う。なんかね、まあ、さすがにルックスはね、うん、でかいもんね。シンさんなんか喋りかけられないですよ、もしおったとしても。金銀さんとはまた違うオーラがあるじゃないですか。まあね、なんか、こう怪物感がある。そう、怪物感がある。だから金銀さんとめっちゃ心強かったっすね。いやいや、でも楽しかったよ。まあ、ここは、まあ、東京に行くときはよくここちょこちょこ来てる。だから、マシンとかもいいよね。うちのチームは結構その、フリーウェイト系が多いけど、そうですね。マシンもやっぱりなんか、ゴードトレーニングとかやりやすい、うん、なんか重量とか合わせやすいし、そうですね、たまにはマシンもいいと思う。トレーニングやっぱいいっすね。うん、まあなんかいいと思う。なんか特に楽しくできたら、そうですね、うん、しんどいけど金銀さんの役割もやり遂げるというか、うん、普通だったら諦めても、僕いなくてもずっとやってるもんね。結構いかれてる。いや、まあそうマジで。ケントがさ、一歩フィジークに近づいた。そうですね、フィジークより道責任取らないですよ。はい、皆さん金銀さんとのコラボ見ていただきありがとうございました。またちょくちょくと金銀さんと歌をやらせていただくんで、その時はお願いします。まあ金銀さんのチャンネルも上がってるんで、チェックお願いします。ありがとうございます。まあ両方のチャンネル登録は思って、まあほぼしてると思うんですけど、チャンネル登録お願いします。はい、以上原口君のチャンネルでした。ありがとうございました。They roll with me, headed to the top, but they don't get me. That's why some peeps can't go with me. I'm a heathen, just like Garvey. Garvey. I am adjusting the elephants that are right here in the room. Churches way more than the people who walk in the building. No wonder you see in my zone. I ain't the truth. I ain't selfish. I'm just fed up with these hecklers. Walk around like it was tether. Grinding hard like Ryan Sheckler. You chatter, I ain't work. Shut your mouth.